佐賀市からは防衛省に対し市民の皆様に寄り添った対応をということでお願いをしてきたところでございます。さまざまな懸念疑問点について3回計121点の質問を行い回答を得たところであります。また市議会の特別委員会もこれまで5回開催されたところであります。で、佐賀市として2月20日に論点について一定の整理を行ったところでございますが、市民生活への影響等についてなお防衛省に確認をし対応を求める必要があると思っております。まず昨年12月25日から本年2月5日にかけて5回にわたり開催させていただきました住民説明会にあたっては、坂井市長はじめ市の皆様から絶大なるご協力をいただいたことに感謝申し上げます。本当にありがとうございます。住民説明会においては市民の皆様から駐屯地開設に伴うさまざまなご不安ご懸念の声を頂戴をし、それらを踏まえ、これまで佐賀市から3度にわたり文書での紹介をいただいておりました。我々防衛省としてもそれらご不安やご懸念をですね、払拭すべく、丁寧に回答を申し上げてきたつもりでございます。本日坂井市長と直接お話しする機会をいただきましたので、駐屯地の開設等が、市民生活に与える影響などにかかるご不安やご懸念を解消し、地域の発展につながっていくためにどのような対応が必要かということを、率直に意見交換ができればと思っております。私は自衛隊使用要請に関しては次の2つの視点を踏まえて判断する必要があると考えました。一つは地方公共団体の長として住民の皆様の生活を守る、安全安心な町を作るという使命を負っているということです。私たち地方公共団体は市民の安全安心や福祉の増進を見据えながらさまざまな対応について判断していくべきであると考えております。もう一つは国防についてであります。基本的には防衛については国の戦艦事項であると考えておりますが、我が国を取り巻く安全保障環境は近年その厳しさを増しており、国防の重要性については認識しているところです。この2つの視点を踏まえながら今回の要請について慎重に検討を重ね対応を検討してまいりました。佐賀空港の自衛隊使用要請につきましては平成26年7月22日当時の武田防衛副大臣より佐賀県および佐賀市に来訪があり、初めて要請がありました。本年2月20日の市議会特別委員会で説明した佐賀空港の自衛隊使用要請に関する論点整理骨子案をもとに市民生活への影響等について防衛省に確認を求める事項を8項目に整理し、本日井野防衛副大臣に確認を行いました。8項目は立地自治体である本市にとって譲ることのできない重要なものです。そこでこれらの8項目を合意事項案として整理し、会談において防衛省の対応を求めました。これに対し井野防衛副大臣からは8項目のいずれについても
防衛省として責任を持ってこれらの措置をしっかりと実行していきたいとの回答があり、私としても防衛省において重く受け止められたものと認識したところです。私は国防については国全体で分かち合うとの考え方については理解をしているところであります。また一自治体として市民生活への影響等について慎重に対応検討を重ね、本日防衛省に確認を求める8項目について井野防衛副大臣から責任を持って対応する旨の回答を本市としても確認いたしました。私はこの佐賀空港の自衛隊使用要請につきまして冒頭に申し上げた2つの視点を踏まえて検討を重ねた結果、苦渋の思いではありますが受け入れがやむを得ないと判断いたしました。本市といたしましては今後も引き続き防衛省に対し懸念への真摯な対応、安全対策、環境への十分な配慮、漁業農業等へ配慮した万全の措置、生活環境等の整備、地域社会との調和、相談協議体制の構築などしっかりと求めてまいりますので、今回の判断について市民の皆様のご理解をいただきたいと存じます。